ホイゼンシュタム、ホイゼンシュタム、ヒューセンシュタムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州オフフェンバッハ軍の市で、ある。この町は、ビーバー川に面している。ホイゼンシュタムは、オフェンバッハ軍を形成する13市町村のうちの、一つである。本市は、フランクフルトアムマイン及びオフェンバッハアムマインの、南、ライン、イコールマイン地域の海抜121メートルに、位置する。 地域の最低地点はビーバー川の川床。最高地点はホーアーベルクの海抜159メートルである。南西には行政管区本部所在地のダルムシュタットがある。ホイゼンシュタムはヘッセン州南部のオーデンバルトやシュペッサルト山地の近くにあたる。ホイゼンシュタムは北はオフェンバッハームマイン、北東はオーベルツハウゼン、南東はロートガウ、南は ディーゼンバッフ派、南西はドライアイヒト境を接している。ホイゼンシュタムは人口16、266人のホイゼンシュタム市区と人口2、116人のレムブリュッケン市区からなる。人口は2006年12月31日現在。ホイゼンシュタムは1211年のエップシュタイン家の霊園大町に初めて記録されている。この文書には ゴットフリートフォン・エップシュタインが、ハゼルストムの城と村を帝国から霊園として授けられ、これを、エーバーハルト・バーロ・フォン・ハーゲンイコール・ホイゼンシュタムに、再び霊園として封じたことが記録されている。この集落は、後に、ハザンストム、さらに15世紀からは、ヒューソン・ステインとも表記されている。12世紀中頃に、エーバーハルト・バーロ・フォン・ハーゲンイコール・ホイゼンシュタムが、ここに、 水木を築いた。中世から1819年までホイゼンシュタムとレムブリュッケンはビーバーマルクに属した。中世には現在のホイゼンシュタム市内に廃村となったレンニギスハウゼンがあった。エップシュタイン家が断絶した後、ケーニヒシュタイン伯が霊園領主としてこの地を領し、その後1581年からはマインツ選定公領となった。 1545年にゼバスティアン・フォン・ホイゼンシュタムがマインツ選定校大司教に選ばれた。1560年にエーバーハルト・フォン・ホイゼンシュタムはプロテスタントの信仰を採用したが、1607年にカトリック信仰に戻した。この地にあったホイゼンシュタム家の家系が断絶した後、1616 16年にシロとホイゼンシュタムの領主権は、 オーストリアの暴流家系のものとなり、フランクフルトの都市貴族シテファンフォン君指定店に、仕入れされた。三十年戦争の間に、村と城は、ほぼ完全に破壊された。1661年に、オーベルズハウゼントハウゼンを含むホイゼンシュタムの、領主権は、マインツ選定工領、シュタインハムの上級地方行政官、フィリップ・エルバイン・ホンシェイン・ボリュンに売却された。 1764年、皇帝フランツ一世は、息子のフランクフルトでの戴冠式のために、ホイゼンシュタム城に滞在した。ゲーテはこの出来事を、真実と歌の中で記述している。これを記念して、装飾豊かな塔あばう、ローモンが建設され、現存している。1806年、オーベルズハウゼントハウゼンを含むシェーンボルン領を編むと、ホイゼンシュタムは、 イーゼンブルクイコールビルシュタイン高領となった。その後、アムトホイゼンシュタムは、最終的には1816年にヘッセンイコール、ダルムシュタット砲白領となった。1819年のビーバーマルク分裂では、ホイゼンシュタムは、森林部分を得た。オッフェンバッハからホイゼンシュタムを経由して、ディーゼンバッハに至る、ロートガウ鉄道の支線、本線は、 オフフェンファ・ディーブルクが1896年に開通した。1959年5月26日にホイゼンシュタムは都市圏を獲得し、これによりオフフェンバッハによる合併の動きから免れた。その一方で、1952年にヘッセンのモデル村落に選ばれていたレムブリューを地方再編の一環として合併し、自らが拡大した。 地は1978年に、パタースハウゼン修道院所有の農場、クロスターバルト、修道院の森、及びパタースハウゼンの森を、修道院から、ホイゼンシュタムの森を、チェーボルンハクルドルフから購入した。1979年には、やはり、チェーンボルンハクから上官を買い取り、視聴者に改装した。16世紀末のホイゼンシュタムの人口は約250人であった。 人口のほとんどが三十年戦争とペストの犠牲になった。これ以後人口は徐々に増加し続けたが、二十一世紀に入ってやや減少した。この年に死に昇格した。保ンシした無市民の多くは、ローマイコールカトリック信者である。二つの大きな教会組織、聖聖イ,イリア教会とマリア・ヒンメルスクロン教会、それにレムブリュッケンのマリエ・オプフェルク教会は、 マインツ市教区に属す。プロテスタント教会は、ダルムシュタットに本部を置くヘッセン及び、ナッサウ福音派教会の一部である。この他に、1975年から、自由福音派教会、フェグは、ドイツ自由福音派教会連合に属している。ホイゼンシュタムの市議会は、37議席からなる。第二次世界大戦後の主張を列記する。 頂部から三つの赤い巨子型紋様。これは、保ンシュタム家の紋章に由来する。その下に、六枚の葉と三つの実をつけた、多くの木。これは、ドラヤイ,イヒに所属することを象徴している。郷土博物館は、この町の歴史と発展に重点を置いている。この博物館は2008年までは、ロ門モンと、その付属建造物である、ビンターハウス。 冬の館にあったが、2009年に移転し、ハウスレア・シュタット下宿して、市の歴史の館に入っている。この博物館は、バロック教会のある、旧市街や城館周辺を通るガイドツアーの一部になっている。ホイゼンシュタムは、緑の街とも称される。これは、一つには、市内に平均以上の森があるためであるが、もう一つの理由は、ゼアム・ゴルトベルク及び、 ナハトバイデフォンパタスハウゼンという二つの大きな自然、保護区があることによる。両保護区には珍しい動植物が生息しているため、市民、学校遠足、高塚たちに人気のハイキング地となっている。盛り上がった展望台からは珍しい鳥類が観察できる。ホイゼンシュタムの四つの教会も見どころに数えられる。カトリックの教区教会聖ツイーリア教会は、 チェーンボルン博夫人、マリア・テレージアの依頼により、ヨハン・バルタザールのイマンが139年に建設した教会で、1741年に、クリストフ・トーマス・シェフラーが、フレスコの天井画を描き、彫刻家、ヨハン・ボルフガナグフォンでアウベーラが、主祭団を制作した。マインツ選定校の宮廷家具職人、フランツ・アントン・ヘルマンは、1748年から1751年に、 説教団、聖火体積、聖体廃料台及び聖具室と聖器の扉を完成させた。同じくカトリックの教区教会、マリア・ヒンメルスクロン教会は1956年に建造された。建築上特色があるのが、プロテスタントのグスタフ・アドルフ教会である。この教会は、ギボシ型屋根の塔と急勾配の屋根を持つ教会で、スウェーデンとアメリカの援助を受け、 1923年に完成した。1914年から1923年にかけて、ドイツを襲った激烈なインフレーション入り、その建造総額は73兆42億2136万7662マルク17プフェニヒに達した。レムブリュッケンシ区には1925年に建設されたカトリック教会、マリエ・オプフェルング教会がある。 水浴場沿いにある全国的に有名な文化、スポーツセンターマルティン勢のの他に、ホイゼンシュタムには TSV の小さなスポーツ施設が駅の向かい側にあり、全天候型プール、イムフォルストと一体になったスポーツホールがある。主なスポーツクラブには以下のものがある。1987年以降毎年ヒンテレス、シュレスヒエニアバン頭周辺で開催され、 ホイゼンシタム市民のみならず多くの見物客を引き付けている文化の夏のほか、ローモンからシュロス通りを通って番頭まで広がるニコラウスマーケットや1996年から開催されているワイン祭がある。秋には合唱団コンコルディアによって開催されているケルター祭りはホイゼシタムの年中行事として定着している。2006年からはバーンホーフフ,フェスト、 駅祭も毎年恒例の祭りになっている。ホイゼンシュタムは連邦アウトバーン A3 号線沿いに位置しており、オーベルツハウゼンインターチェンジ経由でアクセスできる。これにより、フランクフルトジャイクション経由でフランクフルト空港に短時間で行くことができる。連邦アウトバーン A661 号線のノイコールイーゼンブルクインターチェンジも遠くない。 鉄道オフフェンバッハイコールビーバーディーツェンマッハ。線沿いに位置する。この町は、S2 号線、ニーデルンハウゼンディーツェンマッハによって、ラインイコールマインエスバーノーに接続した。駅周辺の工事、バスステーション、旧駅舎のレストラン、駅前広場は、2006年に完成した。ホイゼンシュタムは、経済都市フランクフルトアムマイン近郊のライン、イコールマイン地域に位置していることから、 交通の便が良いという恩恵を受けている。市内及び近隣の町は様々なバス路線で結ばれている。例えば、レムブリュッケ県にはオブマイナス30系統が運行している。夜間や土曜午後以降の週末にはオンデマンドバスが市内交通を担っている。2009年12月13日以降、オフフェンバッハ、ホイゼンシュタム、ディーゼンバッハ、 レーダーマルクのオーバーイコールローデン館をフランクフルトの夜行バス N66 系統が運行している。ドイツ鉄道は2009年3月20日に識別コード TZ171 のインターシティエクスプレスにホイゼンシュタムの名称を付けた。これはそれ以前にこの街がこの列車に対して援助協力関係を結んでいたことに由来する。また2011年の800年祭以降、 S バーンにもホイゼンシュタムの名前を持つ列車がある。ホイゼンシュタムにある工場や企業の多くはホイゼンシュタム商工会 EV やフランクフルターストラーセ産業組合に組織されている。商店は市中心部のフランクフルター通りショッピングセンターアルテリンで工業地域内ベルナーイコールフォンイコールジーメンス通りのアルディアトゥームに集約されている。 ホイゼンシュタム最大の雇用主は、100人以上の従業員を要するコンツェルンのドイツテレコム AG で、ある。子会社の T、システムスビジネス、サービス GMBH と固定電話網部門は、ホイゼンシュタに広い敷地を有している。数多くの中小企業の他に、レイフィシュトラウス &CEO、ケンウッドエレクトロニクス、コニカミノルタビジネスソリューションズの国際的企業3社が、この町に、 ドイツ代理店を置いている。BKK モービルオイルは、2008年の旧アイントラ派、健康保険、ホイゼンシュタムとの合併後、この町に本社を置いている。コルプスジレオアセットマネジメント GMBH も、ホイゼンシュタムにある。この他に、中規模企業のハースバス乗り物部品、GMBH&CEO、KG もホイゼンシュタムに本社がある。オフフェンバッハームマインに本社を置く。 オフフェンバッハイコールポストは定期的にホイゼンシュタム地方のニュースを掲載している。同じ出版社からシュタットイコールポストホイゼンシュタムも発行されている。さらにホイゼンシュタムとその周辺地域では99.8メガヘルツでドイツラントラジオクルツールが受信できる。ホイゼンシュタムには教会が運営する幼稚園が四園、カトリック3、プロテスタント一と その他の幼稚園が3園ある。これに加えて、2つの幼児ケアグループがある。ホイゼンシュタムは、オフフェンバッファ軍の重要な学校都市である。2012年現在、アーダルベルトイコールシュティフターイコールシューレ、1957年創立、オットイコールハーンイコールシューレ、1962年創立、マティアスイコールクラディウスイコールシューレの3校の基礎家庭学校がある。 上級の学校としては、アドルフイコールライヒバインイコールシューレ、アルス、本家庭、実家学校及びアドルフイコールライヒバインイコール、ギナジウム、アーグがある。身体障害を伴う知的障害者クラスを有する知的障害者のための、軍立用語学校シューレアム・コルトベルクが2004年に、開校した。社会人教育には、ホイゼンシュタム市民大学がある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。